ブレインキングスタートボタンを押せば、ある程度の目標濃度までの立ち上げは、オペレーター様のスキルに頼ることが少なくなり、標準化が推進されていくと思います。今回は実際の立ち上げの際のポイントになる臨機供給量の設定、すなわちブレインキング調整について紹介していきます。必要最低限の試し刷り枚数、さらに色褪せ時間を短縮させて、本刷り後は濃度の安定化、そして誰が行っても同じ目標濃度までの立ち上げを実現する標準化の推進を図るためにも、このブレインキングの設定が非常に重要になってきます。機種により若干の調整方法は異なりますが、設定の方法を紹介していきたいと思います。はじめに、ローラー内に陰気が巻かれてない状態での立ち上げ。例えば、朝一番やローラー洗浄後でのブレインキング1について確認していきます。特色の多いパッケージ印刷などでは、このブレインキング1の精度が特に重要になってきます。皆様の機械にブレインキング機能が搭載されている場合は、1、ユーザー設定、2、KHS の中から現在使用している KHS フォルダーの編集ボタンを押して設定状態を確認してみてください。ブレインキング1、括弧1は基準膜圧、平らなベース膜圧の形成。ブレインキング1、括弧2は絵柄に合わせたつぼ切りデータをローラー群に送る呼び出し回数の表示となっています。このブレインキング1の設定回数の目安として、目標濃度割る測定平均濃度かける呼び出した回数の計算式で、次回のブレインキング呼び出し回数を修正させ、目標濃度の立ち上げ精度を向上させることが可能となります。またブレインキング1括弧2の設定は、ブレインキング1括弧1の設定数値の3分の1から4分の1の数値を目安に設定されていることが理想となります。本刷りが終了しますと、絵柄に合わせてある陰気の膜圧を一度基準の膜圧に戻すリムービングを行います。リムービングとは、呼び出しをオフ、止めた状態で白紙を流す作業となります。設定枚数は10から15枚程度を目安としていただき、次のジョブの初刷りでの測定の際にマゼンタ、イエローの測定結果を確認して枚数の微調整を行います。リムービング後に切り替え作業、反交換、ブラン洗浄などを行った後に、絵柄データを供給するブレインキング2を実施します。ブレインキング2はブレインキング1括弧2とほぼ同程度の呼び出し回数を目安としていただき、リムービング枚数とのバランスを見ながら回数を微調整していきます。目標濃度を変更、例えば色構成紙との部分的な色合わせや立ち合いなどで素早い色調変化が求められる際は、ブレインキング4を活用して色合わせ時間や試し刷り枚数を削減させることが可能となります。そして本刷り後の濃度変化を抑えるためには、ブレインキングで形成した陰気供給量とツボキーの解度を一致させるために、ツボ解度変換カーブを合わせることが必要になります。ツボ解度変換カーブは基準の濃度で印刷した際に
アップデートを実行させ、自動で最適なカーブを形成させることが可能となります。立ち上がりの濃度が目標濃度に近づき、すり出し後も濃度がぶれずに安定すれば、印刷中は品質検査などの作業に集中ができ、また他の作業を行いなどの余裕も生まれてくるかと思います。賛否両論意見はあると思いますが、プレインキングスタートボタンを押せば、ある程度の目標濃度までの立ち上げはオペレーター様のスキルに頼ることが少なくなり、標準化が推進されていくと思います。今回はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。